歯ブラシは歯を磨くのに使用するる小さなブラシである歯磨きに使う小さなブラシ。自然の歯類は入れ歯を磨くのに使う。漢字で表記する場合は歯ブラシ。高校衛生ケアに用いられる用具の一つ。なお歯ブラシのみでは歯の表面の50%にしか届かないため他の部位の思考を除去するためにベッドデンタルフロスや歯間ブラシなどの 歯間清掃用品の併用が、高校ケアにおいては必要である。一般的な製品は、柄の先端の片側に数十本ごとに束ねられた、繊維が複数植え付けられていて、その摩擦によって歯垢などの汚れを落とす。歯ブラシは、先端から、植毛部、頸部、輪つか部の三つの部分からなり、さらに植毛部の髪型を、つま先、下方かかとという。 繊維の束は列状に配置されており、一般的な三列植毛のほか、六列植毛、五列植毛、四列植毛、二列植毛、一列植毛のものもある。毛先の形状には、ラウンドカット毛と長極細毛がある。毛切りには平切りのほか、山切りなどがある。360度歯ブラシのように先端が特殊な形状のものもある。また、 スイッチを入れると、モーターにより動作する、電動歯ブラシもある。また、柄のない指サック型の製品もある。歯磨き粉を用いる場合には、歯ブラシの毛先につけて磨くことになるが、粉付き歯ブラシのように最初から、粉状の歯磨き粉をつけている、使い捨ての歯ブラシもある。繊維を加工したり毛先を 0.02mm に加工するなど、 歯と歯の間や奥歯の汚れをきれいに取るためのものや、歯茎を刺激するものなど、多機能化が行われている。また、歯科委員向きの製品も製造されている。長く使っていると線が曲がって、毛先が開き、歯磨きの効果が落ちるため、取り替えの時期となる。歯磨きに使用できなくなると、風呂場のタイル目や排水口など身の周りの細かいところ、などの掃除に使用する場合もある。 ペット用の歯ブラシもあり、犬用のものでは、大型犬用、小型犬用などがある。少なくとも、紀元前3500年のバビロニアでは、木の枝から作った、葉木を使用していた。それが、インドやギリシャでも習慣が普及し、おののの土地にあった木が用いられた。中国では覇気葉木に、溶流の枝を用いたことから用事となった。これは、爪用事ではなく、 防用子と呼ばれるもので、細い木の枝を、ブラシのように一方の端を噛み砕いて使用した。インドなどの仏典に、釈迦が覇気を使って地に投げたところをたちまち根付いて、大木となった話や弟子に覇気を使わせる記述があり、当時すでに覇気が使用されていたことが伺われる。日本でも歯ブラシが一般化するまでは、防用子が一般的に歯磨きに使用されていた。 アメリカ歯科医師会によると1498年に中国の皇帝が豚毛を骨の柄に植え付けたものを歯磨きに使用したものが最初の歯ブラシであるとしている。しかし1223年に僧に留学した前僧の道元が現地における口すすぐとも柄は馬の王寸余りに切りたるを牛の角の大きさ3分ばかりにて頬に作りたるが 長さ67寸になる。その端2寸ばかりに、馬の立ち紙のごとくに、植えて、これを持ちて木馬場を、荒府習慣を記述しており、実際の歴史はさらに古いものと思われる。ナポレオン・ボナパルトが使っていた、歯ブラシ。かかと部に、ナポレオンのマークが彫られている。17世紀頃からヨーロッパでも使用されるようになるが、19世紀に、 大量生産されるようになるまで一般的ではなかった。1872年に大阪において鯨のヒゲの柄に曲げが植えられた鯨用児が製造販売され、1890年に大阪製業株式会社が歯ブラシの名称で第3回内国産業百覧会に出品する。1903年に小林富次郎商店が 一万歳バブラッシュを発売。1917年には、歯ブラシ会社が集中していた大阪府八尾市で、セルロイド製の歯ブラッシュの生産が始まった。また、1938年2月24日には、デュポニ社が、ナイロン製の歯ブラシを初めて売り出した。60セカンドマーケターウェブサイトの情報によると、世界では、毎年およそ35億本の歯ブラシが、 販売されている。2018年時点での世界における市場規模は、非電動の歯ブラッシュの市場は、およそ44億米ドルである。世界の主な歯ブラッシュの製造会社は、P&G、コルゲート、クラプロックス、ユニリーバ、ボイ・ USA、センソダイン、GSK。日本では、シュミテクトブランド、ドクター・コリンズ、サンスター、ニンパス、ドクター・フレッシュ。 ライオンなど、日本国内では、およそ4億本、年が生産されている。昭和20年代には、大阪府が、全国の出荷額の90%以上を占めていた。しかしながら、2009年時点では、有力メーカー工場の移転などにより、大阪府の出荷額の占有率は15.8%にまで、低下した。また、近鉄やお駅前には、生産高日本一を記した。 歯ブラシ型のモニュメントが設置されている。家庭用品品質表示法の対象品目になっている。柄の材質、毛の材質、天然毛、毛の硬さ、耐熱温度、表示社名の表示がされる。また、日本産業規格において規定がある。幼児が口に箸や棒等を加えたまま転倒や衝突などで、高校内の難組織が受賞することがあるが、 その原因の第一位が歯ブラシであり30%以上であると報告されている。歯ブラシの形態から症状は軽微なことが多いが重症ないし重症となる危険性の高い症例の報告も多く保護者による危険性の認識や監視の必要性が指摘されている。ありがとうございます。